演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はうまい抹茶のババロアを食べたいと思います。これもどこかの老舗の監修のようですね。下の方にある抹茶濃厚そうですね、これ、うん、あんこに味噌の抹茶に生クリーム、美味しそうですね。ではいただきます。ババロアなのでムースはあっさりとしていますが、ちょっと食感がある感じですね。ツーンとかけていく感じではなくて、ちょっと口の中に残って抹茶の苦味を引き出してくれる、そんな感じのデザートでした。あんこや生クリームとの相性ももちろんバッチリで、ムースよりも食感が楽しめるという点で、ね、自分はこちらの方が好きですので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。